クオカード優待が新設されました。はい。なんと3万円。また3万円。そうなんですよ。多いね、最近。その銘柄とは？株式投資実践編。その銘柄とは、はい。II グループさん。II。聞いたことないよね。ないね。ないね。うん、保育園事業なんですが、はい、うんうん。東京、千葉、大阪を中心に、保育施設、介護施設の運営や、障害福祉サービス。でね、株価が、今、1320円ぐらい、今日ね、もうストップ高になっちゃってるので、うん、ああ、そうなんだ、うん。1320円。でもね、300株ないと、年間3万円のクオカード来ません。あ、はいはいはい。はい。で、具体的に見てみると、300株保有されている株主に対して、1万5000円分のクオカードで、年間3万円ね、うん。はいはい。はい。9月と3月。うん、で、しかも、はい、9月末時点の保有者に対して、はい、2分割を行います。で、10月1日が効力発生日なので、はいはい、9月末で300株持ってないと優待もらえないんだけど、うんうん、来年の3月の末の株主に対しては、今のね、株で150株でいいよ。ああ、なるほど。そう。だからもう9月はね、もう株価高くなっちゃってる無理だから、150株だけ持ってて、3月に、そう、そういう感じで、それでもいいかなっていうね。いいね。そうなんですよ。どこまで上がるかわかんないんですよ。はい、はい。もう一回株価見てもらうと。今ストップ高1320円だけど、明日もストップ高で、だいたい3日目くらいに値がつくので、下手すると2000円近くまでいっちゃう？ああ、なるほど。ね、うん。それを300株って言うと60万じゃん？そうだね。ね。で、II グループさんの、今のね、1320円の株価だと、利回りは 7.5 で、ああ、もうこれだけでもいいやと思うけど、そんなはずはなく多分上がっていくと思うんですが、はいはい、とりあえずね、うん、バフェットコードを確認してみましょう。はい。ね、バフェットコードさんはね、週末の株価で1020円なので、うんうん、ちょっとね、当てにならないんですが、はい。でね、お姉ちゃんがいつも言ってる自己資本比率、はい。14.9 はちょっとね、ああ。でもね、グロース市場の、うん、サービス業なので、うん、まあ、これのくらいがね、大体ね、もうイケイケで、どんどんね、うんうん、投資してってる会社ではあるので、うんうん、仕方がないかなっていう、ただね、配当金は出ません。はい。はい。そこをね、踏まえて、はい。で、PBR1.8 倍、うんうん、PER は 7.9 倍なので、グロースにしては、割安、うんうんうん、水準だとは思う。ああ、そうなんだね。そう。でもね、これ1020円なので、うんうん、おそらく2000円超えてきちゃう。と思うので、そうなるとまたね、ポンって上がっちゃうのでね、そこら辺はね、はい、うん。で、あと ROE20% っていうのはね、やっぱりね、うん、保育園、儲かります。すごいね、20% もある、うん。はい、頑張ってくれてます。はい、はい。はい。で、じゃあチャートを見てみましょう。チャートね、ほらね、もう今、S 高。はい。うん。うん、もう買えない。はい。はい。でね、チャートこうやって見るともうね、1320円に飛んで、うん、明日も飛んでってなるので、はいはいはい。2月とかの高値を超えていくと思う。1595円。そう。で、週足とかでちょっと見てみるか。はい。ああ。2月すごい。そう。じゃあ月足？はい。はい。これ上場して下がってって。そうだね。ね。なので、2月6日の1595円超えてきて、次が2423円。はい。うん。で、そこを超えたら、もう本当に上場の時の株価を目指していきますよっていう感じなんですが、うん、ちょっとね、業績を見てみましょう。はい。そう、業績予想。今期のね、業績予想。良さげです。ね。はい。今年の3月の時に1株あたりの純利益が114円。うんうん。だったのが、129円でしょ？へぇ、すごい。ね。わかってるでしょ、うんうん、で今どんどん広げてってる最中なので、積み増し積み増しでね。そうだね。25年3月期で3施設新規さん。でしょ新規開設って。お金があんまりないのかな。そうそうそう。なんかね、3年で、あのね、このね、社長さんのね、動画ちょっと拝見したんですが。そうなんだ。そう。やっぱね、3年間は赤字なんだって。その、3施設、うんうん、開設しても3年間は赤字で、その、4年目から黒字化する見通しなので、今どんどんね、急成長しているところ。そうなんだ。そう。ほら、見てください。わー、すごい、ね。売上高と施設の推移。うん。うん、ね。もうどんどん上がってるでしょ？右肩上がり。すごいね。そう、こういうところに投資するのがね。うんうん。うん、だもうちょっと先に気がつけばよかったっていう。遅かったんですよ。この社長さん、深いです。すごいよね。で、しかも2007年25歳の時にね、
起業してでしょ、保育園第一期開設。でも今は100億円以上ね。そう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 。でね、バックに誰がついてるかなってちょっと見たら、はい。のね、大株主見ると、アニベルセルホールディングス？これね。そう、これがね、はい、青木グループの子会社さんなんですよ。ねえ、だからね。確かに。ここが 30% 以上の株を持ってて、出資してる？そうなんだ。すごい。なんかそういう関係性があるんだね。ね。へえ。でね、ちょっと気になることがあって、上場維持基準への適合に向けた計画についてっていうのが、ちょっと6月に出てて、うんうん、はい。今、株主数がね、こんだけいて、って、うんうん、流通がね、22.86%、うんうん。で、これをね、25% 以上にしないと、グロース市場にいられませんよ。っていうね、うんうん。いずれはちょっと撤退が、みたいになっちゃうんだ。そう。でも、これって、流通のね、株式基準が増えればいいので、うん、そのね、さっき言ったね、たくさん、大株主さんにちょっと市場に行ってくださいよとか、うんうん、もちろんこの社長さんの持ち株も売り出しますとかっていうのもできるし、うんうん、あとね、新株予約権の行使に向けたっていうので、うんうんうん、そう、25% を上回るために 2.14% 以上の流通株式が増加することが課題となっております。うんうんうん、なので、こう、新株予約権をね、うんうん、お知らせした通り、うんうん、17万8000株が未行使なので、これをね、1500円。うんで、行使する。で、そのために、うん、今回、クオカードの株主優待を、っていうのもある。なるほどね、だって1000円じゃさ、乖離しすぎてて。そうか。ね。うんうんうん。行使できないのよ。なるほどね。うん、なので、今回、今日ね、1320円。多分明日もストップ高とかすると思うので、うんうんうん、これをクリアしてくるので、うん、できますと。ああ、そういうこと。考えてるんですよ。すごいね。でね、ここまで読んでればね、うん、あ、もしかして来るかもしれないっていうね。うん、そう、長年ね。ね、6月、うん、何日だけ出たの ?26 日ああ。ね、ここね、見てないよ、そんなの。これ見て、おって思う人すごいよね。ね、すごいよね。ということで、はい。はい、今回、II グループさん、うん、どうでしたか？いやー、ちょっと、社長さんやり手っぽいし。ね、イケメンだしね。ね、うん。十何年で100億円まで成長させてるっていう手腕はちょっとすごいよね。すごいよね。イケメン関係なかったけど。まあ、イケメンは置いといて、ね、監視銘柄に入れようかなって思います。でも、ただただ、続けてほしいですっていうね。もうそこだけ。そう。ね。そう。うんうんうん、でもね、配当金を出すよりは、株主優待の方が経費で計上できるし、うん、会社にとってはいいんですよ。でもね、それをね、全部鵜呑みにするのもちょっと危険で、そうだね。そう。うん、そうやって株価釣り上げといて、いきなりもうやめますっていう場合もあるので、それはね、個人個人の投資判断基準にあって、うん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 、で、お姉ちゃん的には、うんうん50株持って来年楽しみにっていうのもいいかな。ねえ、うんうん。夏ならそこまで遠くないしね。これが1年保持とかだとちょっと遠いかな。そう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 。でね、どこまで上がるかがちょっとわからないので。株価見るのもちょっと楽しいね。そう、監視銘柄で入れておきたいと思います。はい、はい、以上です。はい。おつぱみ。この動画では、投資歴20年以上のお姉ちゃんと、投資初心者の妹が、投資についてわちゃわちゃ話しているだけの動画です。たまに間違えますので、コメント欄に訂正と、良い銘柄などの情報を教えてください。この動画が面白かったと思ってくれた方は、グッドボタンと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。